モデルプレスイコール2024年5月21日、5月8日にジャパンファーストアルバム、ケップワンボーイングをリリースし、さらにパワーアップした姿でカムバックを果たした9人組グローバルガールズグループ、ケップワン e r ケプラーにモデルプレスがインタビュー。ボリューム1には、ユニット曲、セレブレート、メンバーのダヨン、ダイエオン、ヒカル、ヒカル、ヨンウン、ヨンギュン,ンが登場。 写真、KEP1ER、セクシードレスでビューウエスト披露、KEP1ER 日本ファーストアルバム、KEP1Going、ケップ1 e r の日本初アルバムとなる同作は、今まで日本でリリースした3枚のシングル「フライシリーズを通して出会った KEP1ER と k e p 1 e a r ケップ p 1 e r、ER ER、ファンの故障、がこれからも一緒に夢に向かって走り続けたい。という思いがアルバムタイトルに込められている。 ストレートラインエンディングでのこだわりまずはアルバムケップワンゴーイングの魅力を教えてください。第4私たちケップワ1 e r はどんな壁があっても夢に向かって進み続けていきたいという内容が盛り込まれているアルバムです。私たちにとって初めてのフルアルバムとなるのでたくさんの方に聴いていただきたいです。タイトル曲ストレートライン は色気漂う仕草や表情など皆さんの新たな一面が見える曲になっていると思いますがパフォーマンス面で特に意識した部分やこだわったところはありますか光る今回は今までよりもさらに成長した姿をお見せできるように私たちもたくさん練習をしました特にオーラや雰囲気を一人一人追求しましたこれまでのコンセプトとはまた違った私たちのクールな部分を新たにお見せできるように 視線から表情髪の毛の使い方まですごく練習したことを覚えていますヨンウンさんが最後に衣装を下ろす仕草も印象的ですよねヨンウンテレ笑いを浮かべながらもともと私たち九人みんなが少し衣装を下ろす振り付けではあるのですがやはり私がエンディング担当として締めくくるという意味でも角度や表情をよく考えてみている方におと思っていただけるように 余裕のある雰囲気を自分なりに研究してみました。アルバムの中で特にイチオシの曲を教えてください。光る今回3人ずつのユニット曲がアルバムに入っていて、どれもすごく雰囲気が違って魅力的だと思います。中でも私たち3人は、ラップでバチバチの曲を担当したので、セレブレートをおすすめしたいです。強さを感じられる曲になっていると思います。 特に3人はダンスが強みだと思いますが、一緒にやって楽しかったことや勉強になったことはありましたか光るパフォーマンスはこれからなんです。でも他のメンバーからも、3人だからこそダンスを踊ってほしい、絶対この曲は踊ったらもっとかっこいいよね、と言ってもらえるので、私たちも早く練習がしたい気持ちでいっぱいです。ダイオンが語る、ケップ1 e r の強み。 どんな逆境があっても夢に向かって進むというメッセージにちなみこれまでの活動の中で特に9人で話し合って乗り越えたこと強い達成感を感じた経験を教えてください。第4、日本語で授賞式で賞をもらったことが一番嬉しかったです。韓国語で私たちはどのステージでも常に一生懸命取り組んでいることをメンバー同士でもよくわかっているのでそうやって賞をいただけたことによって。 お互いによく頑張ったね、お疲れ、という気持ちになりましたし、今まで頑張ってきたことへの達成感、満足感がありました。そして、またさらに良い姿をお見せするために努力し抵抗という気持ちになりました。ストレートラインでのシンクロパフォーマンスは9人が揃うことで生まれるシナジーを強く感じます。皆さんが考える9人ならではの強みとは、だよん。 私たち KEP1ER は9人ともパフォーマンスにすごく自信があります。なぜ自信があるかというと、先ほどおっしゃっていただいたシンクロをパフォーマンスができるということもあるのですが、それ以上にステージの上での表情や曲を表現することが全員得意なんです。だから、それぞれカメラに抜かれた時もフルでカメラに映った時も、 それがすごく感じられて、実力にプラスしてそういうところも秀でているのはケップ1 e r の強みなんじゃないかなと思います。ヨンウンがケップワン1 e r に送りたい言葉、光からもらったアドバイス、同アルバムには、フライシリーズを通して出会ったケップ1 e r とケップワン1 e r が、これからも一緒に夢に向かって走り続ける。という思いが込められていますが、 もし悩みを抱えていたり挫折しかけているケップワンイアンがいたら、どんな言葉をかけてあげたいですか ?4 うん、ケップワンイアンの皆さんは、人それぞれさまざまな理由で大変な思いをしていることもあると思います。だから何かアドバイスをするというよりも、今までも十分頑張ってきたし、これからもきっとうまくできると思うよと励ましの言葉で応援してあげたいです。そして、 いつもケップワンイアンがケップワンエアールのそばにいてくれるように、ケップワンエアールもケップワンイアンのそばにいるからねと行動で示してあげたいなと思います。ヨンウンさんがこれまでメンバーの皆さんから勇気をもらった言葉はありますかヨンウン、普段ステージでパフォーマンスをするとき、ちゃんとできるかなと思うような振り付けもあったり、 時にはコンサートなどすごく大きなステージに立つ際に緊張やプレッシャーを感じたりすることもあります。そんなときメンバーがそばで「今も十分にうまくできてるよ」と励ましてくれたり「こんなのはどう?」とフィードバックをくれたりステージを終えた後に「すごくよかったよ」「うまくできてたよ」とかけてくれる言葉一つ一つがすごく自分の励みになっています。みんな爽やま言葉をかけてくれるのですが、 その中でも特にシャオティンザイアオティングチャンはすごく励ましの言葉や激励の言葉をくれます。またひかるちゃんはヨンウンはこういうところがうまいからこういう風にしてみたらどうこういう風にしたらかっこいいと思うよとアドバイスをたくさんくれます。ひかるメンバーの姿に喜びメンバーが楽しんでくれていることがすごく嬉しかった。 日本でも音楽番組からバラエティ番組まで様々なフィールドで活躍されていますが最近のダヨンさんヒカルさんヨンウンさんの3人といえば t b s 系それスノーマンにやらせてください」に出演したメンバーですよね SNS 上でも大きな話題を集めていたと思いますが反響を実感することはありましたか番組にはシャオティンマシロも出演ヒカル ちょうど韓国の練習室にいた時に放送されていたのですが、メンバーが X、Twitter を見て上がってきているのを見て、すごく反応がいいねと話していました。その映像を見た韓国のファンの方も楽しんでくださって、韓国でもこういうプログラムがあったらいいのに、もっとこういうのも出てほしい、といったコメントを見て、私たちもすごく嬉しくて感動していました。 現在、日韓問わずアイドルグループ戦国時代の中で、グループの垣根を越えた共演が増えていると思いますが、そういう面で刺激を受けた部分はありましたか光、SnowMan 先輩は私たちにとってすごい先輩のアーティストの方なので、こうして一緒にバラエティに出演できたこと自体がすごく嬉しかったです。私たちは韓国、中国のメンバーもいますが、先輩なのにもかかわらず、 すすごくくラフにやりやりい雰囲気を作ってくださっててださメンバーみんなもすごく楽しんでいて壁を感じずに撮影できている姿を見て温かい気持ちになりましたメンバーが楽しんでくれていることがすごく嬉しかったですダヨンさんも MVP を取られていましたよねダヨン日本語で本当に嬉しかったです番組に出演できたことも嬉しかったですし 韓国にいる知人もこれ見たよと話してくれて反響の大きさを実感しました。ファンの方と触れ合える「バブルウィズ・スターズ」というアプリがあるのですがそこでも日本のファンの方が番組についてたくさん触れてくださって出れてよかったと満足な気持ちになりました。ありがとうございました。KEP1ER の素顔に迫るプライベートトーク KEP1ER の素顔により迫るべく。 最近ハマっていることメンバーとの交流などそれぞれのプライベート事情を教えてもらった。ひかる、ひかる、最近9人みんなで集まってご飯を食べる機会が少なくなってしまったのでそういう時間を作りたいね、という話になり、つい最近韓国でスケジュールが終わった後にみんなで集まっておいしいものをいっぱい頼んで食べました。その時に韓国で流行っているゲームをたくさんやったのですが、それがすごく面白かったです、わら。 の誰が一番弱かった笑光る私です笑笑っちゃいけないゲームみたいなのをしていて指で四角形を作りながらこうやって四角を作るのですがこれがしまったらもう笑っちゃいけないし喋るのもダメなんですでもその状況が楽しすぎて始まった瞬間に笑いが止まらなくなっちゃってすごく笑ったことを覚えています逆に一番強かったメンバーは光ひかるチェヒョンちゃんです 我慢強いです。だよん日本語で一番笑っていました。ひかるそれを見て笑っています笑ちなみに何を食べられたのですか